こんにちは。今日お話ししたいのはどど結果じゃなくて過程で十分達成っていうお話です。本日紹介したい本は本書です。じゃん。人生に上下も勝ち負けもありません。野村総一郎先生がお書きになりました本書を紹介いたします。野村総一郎先生、精神科医の先生です。で、本書はですね、老子、あの春秋時代の中国の老子の言葉を使いながら、それをより分かりやすく事例を交えて、かつイラストも入っているというですね、とっても分かりやすくて心がじんわり温まるような内容が一冊に入っております。こちら Kindle のアンリミテッドの対象になっております。いやね、これ、まあ、読売新聞の人生案内で人気があった、また45年間で10万人を見た精神科医の先生がご発信されている一冊なんですね。で、このな、もうね、どれを選んでもいい、素敵なんですよ。なんかね、もう初っ端からですね、お金がある、お金がない、かっこいい、かっこ悪い、老いてる、若い、すごい、すごくない、賢い、賢くない、こういう悩み尽きないですよね。それに対して一言、どうでもいい世界。ちょっと笑いません？みたいな。どうでもいいってなりません？老子は言います。あ、そう、そっちがいいならそれでいいんじゃない。めちゃくちゃ緩くないですか。イラストもね、緩くて可愛いんです。で、そんな老子がですね、その現代の皆様が悩んでいること、あとは障壁に思っていることをですね、ふわっとゆるっと言葉を、事例を交えながら言葉で伝えてくださるんですね。で、今日私がお伝えしたいっていうのがですね、目標を持って努力することが大事、人に評価されなきゃいけない、あの人は自分の評価を見ているのか、まあ、そういうふうにね、悩みが尽きないことがあると思います。それに対してですね、太陽を見なさいっていうんですね。太陽っていうのは、太陽から皆さんをすごい見ている、照らしてるんですね。元気になれって、植物に対しても照らして、太陽がいるおかげでいろんな植物が繁殖できたり、まあ、それ最終的にそういう恩恵があって我々もまあ生きていられる。太陽ってすごいですよね。ただ太陽に対して毎日ありがとうとか、毎日ずっと見上げて見てるよ見てるよってアピールされる方ってなかなかいらっしゃらないと思います。ここで老子が言うのが、太陽のように、太陽を例に見ればいいんじゃないかってアドバイスされております。で、その後で、もちろんね、結果が大事、どんな結果を出したかって問われると思います。ただ自分の中ではその結果を出す出さない、出た出ないっていうのはとりあえず置いといて、あなたがその過程を楽しんだ、その過程をどうしたかっていうところで十分達成されてるでしょうっておっしゃるんです。何か物事、私もね、5年かけてこのポジションになればいいっていうのをですね、急に1ヶ月前にあなた臨時でこのポジションやってくださいって超重責を任されたんです。1ヶ月の期限付きだからどうにかなったけど、そうなったタイミングだから1週間目、もう本当にね、メンタルどうなるかわからないぐらい辛かったです。私一人でできるのか、大丈夫かなって、重責すぎて。で、結果、まあ、とりあえず置いといて、自分がその重責になった、そして逃げずに毎日仕事がむしゃらに頑張った、その過程で十分じゃないかってことなんですよ。何か物事があって、まあ、子供のテストでもいいですよ。子供にテスト何十点、まあ、80点ぐらい取ってほしいってあったとして、で、取れなかったかもしれない、だけれども毎日机に向かって頑張ってる姿あなた見ましたよね、そういうことなんですよ。結
結果がどうであれ、それはその勉強はしたけれども、たまたまそこの分野のテストが出なかったかもしれないです。それは運のところがあります。だからこそ家庭を大事にしよう、向き合ったんだったらいいじゃないか、今回向き合ったところ、そこができたんだったら、達成できたんだったらそれでバッチリじゃないか、しっかり褒めていいんじゃないか、満足してもいいんじゃないか、そういうふうにおっしゃってるんですね。ということで本日お伝えしたかったのは、結果はとりあえず置いておいて、家庭で十分達成、家庭を見て自分自身を褒めて褒めて褒めちぎってくださいっていうお話でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。皆様からいただいている応援、大変ありがたく受け取っております。それでは次の動画でお会いしましょう。